ポポポポポポあんただよ。一転車行く。はい、今日はどうされましたか。ごっつ安全だよ。ごっつ安全ですね。はい、あの何て言うかな、ご主人様違う、何大丈夫ですか。まあそうそう、でも違う、はい、ごっつ安全、ごっつ安全、はい、まあ行こうや。ここはどこですか。ここはね、湯河山の蓮大寺だって。湯河山蓮大寺、どういう、何しに来られたんですか。まずお守り買いに来た。お守りを買いに来た。お守りがいるんだよ。お守りがね、うんうん、忘れてた。そうね、買わなきゃいけなかったね。もう、起きたね。起きちゃったね。起きちゃった、起きちゃったね。だから、うん、もっと偉いことになる前に、うんうんうん、ちょっと買おう。閉まってらっしゃる、これもしかして。分からん。あれ、ほら、コラコン17時閉園って書いとる。閉門って書いとる。17時って5時よな。うん、終わっちゃったね。終わっちゃった。買えませんでした。お守りすら買えませんでしたよ。困ったな。ん、後日もう一回来ようか。え、お守り買えんかった。5時だって。本題を言おうか。はい、こちらはい、ぶつけられました。早かったね。うん、何ヶ月、半年ぐらい。購入してから半年。うん、どこ、どのような事故。後ろよ、後ろ後ろ。どのような事故だったんですか。ちょっとこれね、まあね、あんままね、被害者の方もそんななんか、うん、ひどい人じゃないんで、あんまごっご言いたくはないんだけど、うん、ちょっとね、バックする方向間違えちゃったかな。ね、結構人待ち渋滞みたいなとこで、うんうんうん、駐車してた車がこう出寄って私の車にぶつかったね。なるほど。どうぞ、ちょっと見に行きましょう。はい、まあ、そこまでひどくはないんだけど、うん、ここに今ここがガンって中に入ったのと、うんうん、ではこの辺傷ね、うん、傷カメラじゃこれわかんないな。ちょっとね、車がめっちゃ汚いから余計わからんかも、うん、いや汚れがついてるし。そう、まあ、今洗っちゃいけないからね。この辺傷と、ここ傷、そうそう、とバンパーがこれこっち寄ったらね、ちょっとね、そう入っちゃった、うん、いいんだろうね、うん、こうこっちから、そうそうそう、こっちからドーンって感じ。バンプで、そうそうそう、あ、そうなんだ。なるほど、まあいいじゃないですか、無事だったんですから。守られてますよ、ハイラックス守られてます。そうだね、まあこれだけで済んだからよかったんだけど、うん、なんかすごいね、謝られて、うん、すいませんってなんかショックなんだけど、うん、気持ちのやり場が逆になかったっていうか。もういいですよみたいな。謝られすぎるとね、確かに、ね、めちゃくちゃ謝られて、うん、あーみたいな。悲しみも怒りももう封鎖状態。あ、はい、なのでね、お守りをね、うん、買いに行きましたが、閉まってました。ちょっと後日来よ、買いに。うん、どいつね。お疲れ様。リベンジ、え、リベンジ、ゆかさん、うん、ごめんね。終わったばっかりなのに、2人とお仕事終わりね、全然時間ないんだもんね。ほんとやばいよね、忙しすぎて。事故のもとだよ。ほんとだよ、危ないよ。守り買うのが、うん、本当は事故のもとだよ。ご祈祷とかもしてほしいけど、そんな時間もないもんね。お急ぎご祈祷。シャ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 。歯が痛いな。何だ、トイレも行きたいな。欲望にまみれてるな。うん、トイレ仕事終わらしたからさ、うん、事故のことだよ。パッ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 よ。それがなんで。ありがとうございましたって。今もう5時まであと20分だから、巻きで行ったんだ。ああ、巻きで、これ早送りじゃないけどね。早送りぐらいに。あとあんころ餅買わんと。あんころ餅売ってるの。知らんけど、なぜあんころ餅。お昼ご飯食べてないからさ。あ、そうなの、うん、
本当ね。あ、車がさ、うん、そうね、まあ、車がぶつけられてそうだね、うん、違うね。あの事故をしてさ、うん、いいこと一つもないよね。そんなことないでしょ。え、そうなん、分からん。洗車しなくてよくなった。いやいや、しろよ。それはあなたの愛車よ。そう、じゃあお守り買ってから洗うわ、うんうん、ああ、洗うね、うん。あ、ついたついた。はい、十五神社本宮、本宮へ。うん、本当だったらあれしたかったね。ああ、何、事故の、そうそう、何これ、こんなあるよ。 CM 的なやつ。あ、すごい、すごい、 あ、すごい。あ、ほんまに売ってんだ。お前、いや、あの、え、いや、なんて、お守り買わずにアンコロ持ちで買いきたな。いや、あと2個だったから。ああ、先に持っといたな、はいはい、ように。そうだよ。パッて、お前、お守りより欲しいだろ、アンコロ持ち。アンコロ持ち買いに来た。どっちかというと、メインになってない。どれ、あ、こっちなんだよ、これか。これ全部、こっちだじゃん。これ何、身代わり、健康、病気、魔除け。魔除けもいいんじゃない？ん？魔除け。魔除け？厄除け？厄除け。魔除けじゃない。厄除け。アホがバレる。やっぱこれですな。うん。センスが問われますな。守ってくれそうなやつ。これだろ、やっぱり守ってくる。これかな？赤。オレンジじゃない？オレンジ。やっぱり 色見えんのかな。これ可愛いの？これ可愛い、ね、これちょっと物足りんくない？大丈夫？わからん。いや、その辺はわからんけど。でも、触っちゃったからさ、これじゃないの。神さん怒ってるわ。これ持って帰らないと怒られる。これが一番かっこよくない？かっこいい。赤っこなんだろう。うん。わかんないけどね。はい。青。うん、買いましょう。これでいいのかな。買いましょう。ここかな。お願いします。遠藤さん来たよ。すごいね。うん、はい、ありがとうございます。買いました。買いましたな。ご参拝の方は？今年はもうおみくじした気がするからいいや。気がするの。ご参拝は？銭湯。してきます。何について願います？え？もうぶつけられませんよ、ね、もう忘れた。今日のテーマを忘れとった。もう誰もぶつけないでください。誰も寄るなと。いや、ガンガラ先じゃない、ガンガラしてから、ガンガラして、自己流だったな。お、すげえ、すげえ、なんで踏まれました。だって動いたもん。え、マジで、いや、ほんまに、うん、いや、こういうこと言うなって。ご自由にお渡りください。厄除け、厄を受けながら渡るもよし、踏んでもよし、思いを込めてご自由に。しかも逆から来たらいけないね、これ。え、逆来たよ、逆。本当に、こういうの結構細かいよ、俺。気にするよ。めっちゃ踏んどる。OK ですか。本当にいっぱいついてない、大丈夫。もう、あの、踏みつけてきたから、うん、あ、もう大丈夫。もうぶつけんといて。だいぶへこんだな。いやー、へこむでしょ。まあ、へこむわね。へこむしさ、うん、そうね、何、なんかもうどうしようもないじゃん。京急、うん、インドからの贈り物だってさ。社、社か、アンバサダー社、
シャカ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 ダブルエムインドの言葉カースト制度の解放、うん、なんちゃらなんちゃら願いがこもってますよ願いこもってますあーアンコロマチ食べてぇなアンコロマチを買いに来たそうそうちゃうちゃうんさっきからアンコロ餅のことしか考えてなかったからね目的変わってきようよもうぶつけられませんように、うん、売ってるお守り違うわあ、違う、うん、だってこっち違うんだろやっぱあのリロックのとこあったわあら、心変わりしてきた鳥がついとったらちょっと買い直し買い直し買い直しになった2個買われた買い直しじゃない返品その神様返品買えたはい買いましたねあーよかった、うん、もうバタバタしとって全然いけんからさ、うん、もうずっとずっともうアンコロ餅のこと考えよったもんはいはい汚いハイラクスをバッグにはいはいそう作業着でね、やっと車洗えるわ洗ってあげてくださいよでも汚れててもなんかこうワイルド感が出るねハイラックスっていいかもしれないね、うん、綺麗でもかっこいい汚くてもワイルド感かっこいいよ、うん、いいねイケイケだよいや男らしいねあ飛ぼっかん後ろから飛ぼっか飛ぶ事故起きる早速事故発生あよかったよかったですねかっこいいじゃんやっぱり黒にはオレンジですよ。あこれ赤に見えるの？大丈夫？色も？今回ね、あっちじゃね、人を喋ろうとしない。今回、うん、ぶつけられた時の、まあ、一応映像を撮っとこうと思って、ドラレコをね、うん、データを撮ろうとしたら、うん、撮れてなかったので、まあ、今回別に全然ドラレコに残しておかないといけない事故ではなかったんですけど、そのいつも自動で撮られるだけどこのレックボタンをね押さないと撮れてないことがあるんで、うん、なんか事故とか起きた時にはこのレックボタンを押したらその前後何秒間かやつが記録されるらしいんで OK? うん忘れちゃうよねえまあまあ確か忘れるよねだってドンってなった瞬間、うん、もうそのことしか頭ないからそんなあざとくさささとかできんよねまあまあね日頃の訓練かもしんねあでもほんまに撮れてないかったから、うん、もし当て逃げとかだったらね、うん、取れてなかったりとかすることがあるから皆さん当て逃げだったらやられて終わりじゃんじゃあそうよどんなためのドラレコなんかドラレコの、まあうん、全部共通じゃないけど皆さんその各ドラレコの使い方を知らないと、うん、結構その取れてないってことがあるんじゃないかなレックボタンイエーうんまあ、まあ違うタイプもあると思うけどうちのはまあそのレックボタンを押さんと、うん、その振動とか音とか感知しない時ってこうどんだけボイってなったのに感知しなかったのねぶっ壊しちゃおうかやめろなんで壊すかハイエースのやつくれんあれいやあれもどうなん全部常時全部通ってたらメモリカードすぐいっぱいになっちゃうからさ、うん、要所要所で通ってると思うそれを保存を残すためにも、うんレックボタンを忘れずによし、アンコロ餅食べよ聞いてるかはいはい、じゃあ今日はそんな感じでした、はい、ご安定によろしいですか、うん、今の締めでよかったですかお腹減ったんよ、はいまあ、もうお昼ご飯食べてないよ今日はい、帰りましょうバイバイはい